とてもいい。いやなんであんなにヒートテックってあったかくなるんだろうと思って、この前レッスンがあったんですけど、なんか間違えてヒートテックを着ててめっちゃ暑かったんですよ。なんでこんなにヒートテックがあるだけで違うんだなって思ってびっくりしました。そう、ちなみにその下半身のヒートテックはあれで買いましたね。イモステレビのあの雪合戦に行ったので時なんで、もう3年ぐらい前だと思うんですけど、3年かな4年に2、3年、3年ぐらい前なのかな、3年半ぐらい、わかんないけど、めっちゃ前に買ったので、その時に買いました。でも下の方もめちゃめちゃいいですよ。なんか長ズボンとか履くなら絶対バレないしね、とてもいい。ちょっと BGM がかからないのでなんとかなるまで次に行きますね。冬といえば勤めて、なんかめっちゃひらがな使ってくれないタイプの人だ。私が覚えろよって話なんですけど、勤めて午後で早朝のことです。春あけぼのから始まる枕草子、前葉、古文の授業でもう習った四季のいいところを挙げているのですが、冬は早朝の厳しい寒さがいいとのこと。冬の朝の二度寝、暖かい布団の中が最高なのも寒いからこそです。枕草子の作者は清少納言、テストによく出ます。何の話よ。ありがとうございます。習いましたよ、枕草子って。中学校でも高校でも出てきますよね。なんでそんなにその人がいっぱい出てくるのかよくわからないんですけど、なんか古文とか、なんでなんか国語って難しいですよね。私国語すごく苦手なんですよ。なんか国語って一番テストの点が取りにくい教科らしくて、すごくね、なんか基本的に一番テストの点が低い教科らしいですよ。私も苦手ですが、枕草子は何度も何度も出てくるので、さすがに覚えてしまいますね。続いて、どうもこんばんは、マイラジを愛するリスナーです。ありがとうございます。冬と言ったらマイラジ、リツイートしたコメントは初日の鍵開けコメントだった気がするし、合っていればマックスとき315号を歌ってくれた記憶が蘇ります。あ、この楽曲を鬼リピしながら新潟へ通った思い出も冬でした。なんだか涙が溢れそうなので失礼。ああ、ありがとうございます。なんだかんだ言って自分にとっての思い出ってすごい季節によってよみがえりますよね。泣け泣け。
仲がいい。どんどん泣いていこう。はい。続いて、まえはちゃんこんばんは。冬といえばやっぱりこたつ、なかなか出れないから人をダメにしちゃいますね。マイこたつが部屋にあるので基本部屋に引きこもりがちになってしまいます。あとは鍋、豆乳鍋、カレー鍋あたりが好きです。まえはちゃんは何鍋が好きですか？やっぱこたつだよね、なんだかんだ言って。すいません。私はね、何鍋が好きですかね。もつ鍋がやっぱりね好きですね。もつ鍋は好きですが、もつが食べれないので、じゃあなんでもつ鍋なんやって話なんですけど、もつの出汁が好きで、もつ鍋の出汁が好きなんですよね。でももつは食べれないので、いつもママが豚肉か牛肉かよくわからんけど、マイハが食べれるお肉を入れてくれます。優しいですね。はい。あとはトマト鍋とかにして、その後チーズリゾットみたいなにするのも好きだし、普通のお鍋で締めをそば玉とか入れるのも好きです。私はね、鍋は基本ね、水餃子とか入れて欲しい。水餃子を入れるのが好きです。トマト鍋とかにはあまり入れようと思わないけど、普通になんか水餃子入りの鍋は好きですね。あと締めがね楽しみなんですよ。なんで昔はめちゃめちゃ小食で、もうありえないぐらい胃が小さくてもうなんかその締めに行くまでにもうお腹いっぱいで締めが食べられないみたいな感じで、すごいもったいないことをしていたなって思うんですけど、いつもいつもね、今日はゆっくり食べて締めも食べようっていつも思うんですけど、なんか結局こうご飯を食べる最初はお腹がペコペコなので、こうブワーって食べてまた締めに行けないっていう話があります。お鍋はね、森下家大好きですよ。あ、森下家の鍋の締めは雑炊、ラーメン、うどん、私はラーメンが好きです。だってね、そば玉が多いですね。あ、雑炊っていうか、まあリゾットかおじやかそば玉が多い。ラーメンはない、ほぼ。ラーメンの代わりかな、そば玉が多いです。トゥルトゥルな麺中華麺っていうんかな、そば玉、そば玉です。あ、そば玉です、普通のスーパーとかでなんかめっちゃ安く売ってるそば玉が多いです。私があれが好きなんですよね。そうやって冬といえばやはり雪かな。小さい頃は朝カーテンを開けて雪が降っているとテンションが上がったな。雪合戦したり鎌倉を作ったりスキーしたり楽しかった。最近はあんまり降らないので寂しい。確かにわかる。森下家はね、2階に自分たちの部屋があるんですけど、
なんか2階のなんか2階のあの廊下から廊下っていうかな、あの階段上りきってそれぞれの部屋に分かれてるこのスペースからあの外が見えるんですよ。なんでそれでこうお隣の正面のお家の方のお家に雪が積もって白くなってたりするとすごいワクワクしてたなと思います。続いて、冬といえば函館出身なので雪合戦と言いたいところだけど、北海道は粉雪すぎて雪玉が作れない。あ、そうなんだ。雪玉が作れないなんてことがあっていいのかあっていいのか。なのでアイススケート、アイススケートはできるんかい。 PTA の人たちが小学校のグラウンドの雪をかき集めてスケートリンクを作る。体育の授業はもちろんスケートだったよ。ちなみにスキーはやったことがない。グランドの雪をかき集めてスケートリンクを作るっていう、もうなんかありえないっていうか、もう聞いたこともないし、まあきっとこの先も聞かないだろうなっていうことがここに書き連ねてあるんですけど、どういうえ、すごいね。あの雪に水を垂らしながら固めるってことかな。やばっ。なんかそういえばあれでしたわ、私のさ、そのイモーステレビの雪合戦も雪玉を作るのがあのこういうにぎにぎって自分で作るやつじゃなくて、あのほんとなんかね、たこ焼きマシーンみたいなやつが、たこ焼きマシーンみたいなやつをこうガシャンガシャンってこうなんか2個買って、たこ焼きマシンを2個買って、なんかもうほんとバーンバーンって叩いて作る感じの、なんかガチ雪玉だったんですけど、なんかその時も水をね撒いてたわと思って、今思い出した。水をさ撒いてさスケートリンクを作るんじゃないですか。でもなんか雪合戦でそんな氷を作ってそんな強度の高いそんな雪玉を食らったこっちの身にもなってみなさいと思ったけど、もうバッチリね青あざができましたね。もうちなみにあの雪合戦に行った人はあのその時結構レッスンとかいっぱいあったんですけど、もうみんなめっちゃ あざがすごい懐かしい。それはだって、それはもう水と雪があればスケートリンクが作れちゃうのにね。そりゃそうですよね。はい、すいません。続いて、冬といえば初日、あ、間違えた、初日の出を見に千葉の先っぽの方まで行ったことかな。それもバイクで、めちゃくちゃ寒くて歯がガチガチいっててなかなか収まらなかった。次の年は車にテントやストーブを積んで夜明けまでキャンプ、おでんを作ったりして楽しかった思い出。すごいね、よくやりますね。そんな冬にキャンプ、すごいわ、尊敬する、本当にすごいね、本当に。もう私だったら考えられんな。続いて、お題冬といえばもう4年前かな、静岡県に住んでいました。単身赴任です。冬の文字で思い出すのが車のタイヤで、スタッドレスタイヤ。日常のほとんどが車がないと生活が不便なため、また会社からも義務付けられているため余計な出費ですが、自分を守るために装備していました。今は思い出です。あ、終わってしまいました。頭部とは
静岡県を縦に3等分して長尾屋寄りを西部、中央を中部、東京寄りを東部と呼んでいました。私が住んでいたところは富山県と箱根の山の間の御殿場というところに住んでいました。冬は県内でも雪が多いところです。前は雪で困ったことないかな。雪で困ったことないですね。雪で困ったことないですね。あてあなんかないけどないな、ないですね。うん、まあそもそもそんなに雪がいっぱい降る地域じゃなかったし、なんかすごいね、まあやっぱり山口は山口でもこうちょっと外れたりとかするともうめっちゃ雪が降ってたりするんですけど、まあ例えばそこで交通渋滞があったとして、あ渋滞があったとしてもなんかすごいレアな光景にワクワクしてたので、なんか困ったっていうのはないですね。まあしかも自分が運転する側じゃないし小学生だったしっていうのもあって、なんか苦労したことはないですね。で私は小学生だったんで、あの電車とかも使わないし、なんかパパとママの車の運転でしか移動しなかったので困ったことはなかったね。うん、まあ雪で困るほど雪が降らないからね。続いて、冬といえば12月31日のカウントダウンライブかな。昔は毎年のように行ってて、歌手だけじゃなくて格闘技のイベントで年越ししたこともあります。会場の何万人もの人たちと一緒に迎える年越しは何度経験してもテンションが上がるし本当に楽しいです。久しぶりにまた行きたいなと思って密かに計画中です。おー、私もなんか毎年ね、あの毎年ではないけどあのもう森下家は家で年を越すんですけど、なんか毎年変わるんですよね。あの紅白歌合戦で年を越すことってありましたっけ。なんかよくわからない神社が映ってるテレビで年を越してたっけな。かあのなんだっけな、このなんか年越しの時は何のテレビを見るかっていうのがすごいこう人によってありまして、お母さんは紅白歌合戦が見たい、お父さんはライジンが見たい、子供たちはガキ使が見たいっていう。でなんかまあ途中から桃色歌合戦が入ってきたりとか、まあ、いろいろありまして、去年は何だった、去年は多分桃色歌合戦で年を越しましたね、森下家。で今年も桃色歌合戦で年を越すと思います。そういう計画です。いやー、桃色歌合戦 出場者が第1弾で発表されたんですけど、知ってる人もいっぱいいて、なんかずっとねショールーム見てた方が初出場されたりとか、結構おえーって思うことがいっぱいあって楽しみだなーって思いました。いつかこう大人になって、なんか大人になったら会場とかにも行きたいですね。ライジンとかも行きたいです、年越しで。そういうのもいいなと思う。なんか家じゃなくてそういうなんか違うどっかの会場で
年を越すっていうのもやってみたいですね。私は今のところ家でしか年を越したことがないので、なんかそういうのもしてみたい。続いて、冬といえばにわかの私にとって、マイハッチと過ごした冬はまだ1回しかないのですが、一番の思い出は武道館コンサートです。新型コロナによるあらゆる自粛の中、東京へ移動することすら危ぶまれ直前まで本当にやるのかなんて言われる中での開催でした。遠方東方なから参加するにもなんだか覚悟がいるような雰囲気で、冬の寒さと曇り空が印象的でした。しかしそこは私たち世代にとってイメージダウンなライブハウス武道館。あの大きな玉ねぎの下でのオープニングの出航はとんでもなく感動的で、イントロを思い出すだけでも涙が出そうです。そういえばあの頃のマイハッチは神楽に苦戦していましたが、この冬の印象的な出来事は何になるんでしょうか。クリスマスあたりで素敵な思い出ができると嬉しいですね。そうなんですよね神楽に苦戦していました。本当に今年の印象的な出来事は、冬の印象的な出来事か、なんだろう何があったかも何があるかもちょっと思い出せない。待ってください。冬特にないですね特にないですが、きっとまあ今のところ大きな話でいくと、くうかちゃんの卒業公演なのかなと思ってますね。年末だし。あと12月24日はなんか選抜はコンサートやるのに、なんか前歯は出ないからなんかすごい暇になったわみたいなことを結構言ってる人が多かったので、まあ、何かしらやろうかなとは思っているので、ちょっとそわそわしといてくれればいいかなと思いますね。まあそんな大したことではないけどはい。さあ続きまして、冬といえば寒いといえば滑った MC といえばアンコールといえばマイハといえば可愛い姿はハロウィンのメイド、やっぱりマイハが最高です。ありがとうございました。ありがとうございます。誰がマジカルバナナせーって言ってんねん。ツッコミの技術が0点なんよありがとうございます。20分かけて当時のことを思い出しながら書きました。冬といえばちょっと超スルーと読むね。冬といえば公園を思い出します。あれは自分に初めての彼女ができた時、
小学校6年生の時、当時帰り道がいつも同じ子、ちょっと仮に名前をつけるねって言ってつけた名前マイハ、まあまあマイハでいいですよ。いやダメですね。まあ、A にしておきますわ。ちょっとマイハはよろしくない。もうこれはちょっともうこれ今初めてショールーム来た人がマイハってなるからそこで A にしておくわ。で帰り道がいつも同じ子、マイハじゃなくて A からねえ彼氏になってよって突然言われました。懐かしいを超えて本当におぼろげな思い出です。当時同級生だった子で顔は結構可愛い女の子でした。当時は彼氏彼女が何かもわからないピチピチな小学生男子だったから、何もわからずにいいよと特に考えることもなく OK したのを覚えています。ませてるね。彼氏彼女という存在がよくわかっていなかった自分は恋人というより彼氏彼女もわからない自分は友達感覚で毎回デートは男友達と同じように公園で二人きりでお話ししに遊びに行きました。二人ともデートでどこに行けばいいかなんて小学生でわからないのでとにかく毎回公園でした。小学生らしいですよね。うん。そんな二人のお気に入りの場所は公園の隅にあった灰色の土管、土管。いつもくっついてお話ししたり時には気まずくなったりしていました。なんだそんな話を私は聞かされてからえー、冬になって雪になってもお互いの家に行くことなんことはなんとなく恥ずかしく寒くても公園に行くしかありませんでした。そんな時に寒さ対策になったのがまさに灰色の土管です。女の子のマフラーを2人でくるまって寒いねって言いながらお話ししたのを覚えています。その後どんな展開になったのか壮大なことになりましたがそれは秘密です。リアルお話し会に行くので詳しく聞きたい方はぜひ聞いてください。ちなみに半分フィクション半分本当です。冬が来て雪が降ると初めての女性といった公演を思い出します。マイハッチの初恋なんかもアイドルだから難しいかもしれんけどアイドルになる前に気になっていた男の子とかいるのかなって書きながら思いました。とにかく今付き合っている彼女を大切にします。クリスマスコンサート行けなくてごめん。許しませんこんなに長い文章を書いたのに秘密なんですって皆さんどう思いますかこれじゃあリアルお話し会に来るみたいなので気になった方はぜひ話しかけてみてください。はい、小学校6年生の小学校6年生なんてめちゃめちゃ小学校6年生で付き合うなんて早いですよまあ、せめて高校2年生ぐらいかな。なんかねなんか全然いいんですけど私はなんか私の今の感覚的になんかこうお付き合いをするイコール結婚まで考えれる人とじゃないとなんかあんまり意味がないような気がしてなんか結婚する気もないのになんで付き合いたいのかがよくわからないんですよさなんで私が今高校2年生かって言ったかっていうと私のお兄さんが一番上のお兄さんが高校2年生から付き合っている彼女さんと未だにずっと一緒にいるんですよ。なんであ、そういうこともあるんだと思ってまあそれ小学校からの同級生と結婚しましたなんて話もあるけどなんかそういうのもありなんか付き合うなら結婚を考えれるぐらいの人じゃないとなって私は思ってるのでなんか
逆に、だからちょっとよくわかんないね。私もまあでも恋愛をしたことがないのでまあただのなんか空想の世界の話ですけど、わかんないですね。まあもし私が STU っていうかアイドルじゃなくて普通に高校生だったらどうなってるかもわかんないですから、ちょっとよくわかんないですけど、だからちょっと小学生で彼氏は早いですね。あ、彼氏側か。でも可愛いね、公園でなんか遊んでるのがいいですね。いいと思います。今どうなってるんだろうね。あ、それ聞きたい人はお話し会で話しかけろよってことですもんね。でも今の彼女を大切にしますっていうってことは多分分かれてるね。ちょっと早く聞きたいですね。楽しみにしてます。ということで以上、皆さんの冬といえばでした。いや面白いですね。さあということで続いてのコーナーは質問コーナー、イエーイ。はい、ということで質問に答えていきたいと思います。でも私はね、今そんなことよりもね、なんか16年特別記念公演のあの AKB48 さんのチームが変わったんでしたっけ？なんか発表があったんだよね。なんかあっちの方がすごい気になっているんですけど。あっちが気になっているんですけども。まあ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 。それは後で見よう。ということで、皆さんから質問が来ているでしょうか？ありました。今年1年の中で前八自身の新語、流行語大賞はどんな言葉ですか？私の中での流行語大賞、うん、流行語大賞か、なんだろう、ちょっと待って、なんだろう。なんだ、流行語大賞って何？私がよく使った言葉？流行語大賞？ハッチ。ハッチです。ねえ。はい。思い出すことができてよかったですね。続いて、街で見かけた時声をかけるのは OK？ サインや握手、写真なんかはやっぱりダメなのかな？そこら辺はどうなのでしょうか？サインや握手、写真なんかはやっぱりダメですね。なんかこれでもね、話しかけていいかダメかって人によると思うんですけど、私は全然かけてもらって嬉しいなって思いますね。ただすごいなんか陰キャモードになってしまう場合があるので、すごい、あってなる時もあるし、まあ、例えばその時がすっぴんだったら、あー恥ずかしいってなっちゃう時もあるだろうし、まあでも私は全然話しかけてもらって大丈夫です。嬉しいので。でもなんかあまり長いことお話は自分的にはあまりしないようにしていて、
なんかお話し会とかでこうお金を払って来てくれる人がいたりするので、まあそれたまたまあったのでラッキーっていう意味では全然いいんですけど、なんかあんまり長いことお話ししたらあれかなと思っているので、あんま話したことはないですね。もうほんと5秒ぐらい5秒ぐらい。でもなんかファンの人もいつもそんなになんか立ち話をしようみたいな感じの人はいないので、なんか頑張ってねって言って行って行かれる方が多いので、結構ご挨拶程度、うん、の人が多いかなそうなんですけど、まあせっかくなんか後から、私は後からなんか あそこで見かけたよって言われる方が嫌なんですよ。なのであの後で見かけるよって言うんだったら今声かけてほしいと思いますなんかどこからだか見られて、でいつ見られてたのかがわからないのが怖いのでだから変なことしてたかなとか思って、なんかよくわからないドキドキに駆られてしまうので、まあ、だったら今声かけてほしいなと思います。でなんかサインとか握手とか写真もそれと一緒で、こうお金を払って来てくれる方がいるのでダメですね。多分これはねみんなダメだと思います。うん、そんなことが多いかな。はいでもなんか話しかけてくれるのも嬉しいけど、まあできれば遭遇しないでほしいですねあの緊張するのであんまり遭遇されると緊張してしまうので気づかないでください。あの気づいたら話しかけてください。でもなんかあそこにいたなとか思われるのは嫌なので、なんか気づかないでほしいですけど、まあ、気づいてしまったら声をかけてくださいそう。続いて、前澤社長が乗るロシアの宇宙船ソユーズが打ち上げられました。あ、え、そうなの？さっきママが言っとったわ国際宇宙ステーションに12日間滞在されるそうですが、マイハッチだったら何を持っていきたいですか？人でも OK です。何を持っていきたいか、何がいけるんだろう。携帯と充電器と人か、家族持っていきたい。家族とハッピーとライデン、あの森下家みんなで行きたいですね。あのお兄ちゃんの彼女さんたちもぜひどうぞって感じで、まあ、そんなにいっぱい入れるのかっていうところなんですけど、宇宙って圏外なのかな。じゃあいいですまあだったらなんか本いっぱい持っていきたいかな。本暇なんで多分。あとカメラ、いやでも宇宙からさ生配信してる人いますよね。違うのかな。でも携帯持ってきたい、写真とか撮りたいし。まあそんな感じで、あの森下家に、森下家の人と犬とまあ猫もまあ来たければどうぞって感じなんですけど、あとはうーん本と携帯と充電器と、あと
ももちゃん見ていきたいね。でも多分宇宙船って結構必要なもの揃ってると思うんですよね。なんか寝袋とかワールっぽいので、なんか家族みんなで行きたいね。寂しいのでね、やっぱり。はい、そんな感じですね。まあ宇宙には死ぬまでに行くことはないと思うんですけど。はい、今年の冬にこれだけは絶対やりたいっていうことがあれば教えてください。できればプライベートとアイドルとしての2つお願いします。今年の冬にこれだけは絶対やりたい。プライベートは部屋の片付けと断捨離。断捨離、またいつも部屋の片付けと断捨離してるんですけど、物が減らないんですよ。で、断捨離してるのに物が減らないんですよね。なんでやろう。多分その分買ってくるものが多いんですよね、きっと。必要のないものを買っちゃうことが多いので、多分それが多いかな。あとね、年を越すまでに課題を全部終わらせておきたいっていうのがありますね。まあなんならもう実家に帰る前には全部終わらせておきたいなって思います。プライベートこれだけは絶対にやっておきたい。あと携帯の中身も整理したいですね。なんか写真とか、たまに整理してるんですけど、もう2万6千枚ぐらい写真があったりするので、写真とかあとなんか必要のないアプリはすぐ消すようにしてるんですけど、なんかそれでもちょっと使わないものが増えてきたので、携帯の中とかも綺麗にして、もうなんか大掃除を全体的にしたいなっていう感じです。でアイドルとしてやりたいこと、今年の冬にこれだけは絶対やりたい。でもやっぱり私は STU の活動をしていてすごく好きなのがスタジオなので、とりあえずくうかちゃんの卒業公演のそのスタジオのライブはバッチリ決めたいなって思ってますね。あとはもう今後何があるかわかんないのでまたそれによってはって感じやけど、今のところはやっぱりくうかちゃんの卒業はスタジオを選んでくれたので、そのスタジオ公演をねみんなで最高なものにしたいなって思います。はい、っていう感じ。です。あ、付き合うならどっち？自分だけを溺愛してくれるが他人に厳しい態度を取る彼氏。 B、 みんなに優しい態度だが自分を特別扱いしてくれない彼氏。B かな。みんなに優しいけど自分を特別扱いしてくれない彼氏がいいかな。なんでかって言ったら、どっちも嫌なんですけど、なんか私人に強く当たってる人がすごく苦手なんですよ。なんかそれの矢先が自分じゃないにしても、人に強く当たってる人とかすごいなんか見ててストレスを感じるんですよ。なんかゲーム中にめっちゃなんかもうガチギレする人とかも結構苦手で、なんか恐怖なんか例えばやけど、自分の好きな人が怒っとったりとかしてるのを見るとすごく嫌な気持ちになるんですよね。なので
あのそういうのを見るのは本当に苦手、あの冷める、逆に多分どんどん嫌いな方向になってしまうので、たとえ自分を溺愛してくれていても他の人に優しくできない人は苦手です。みんなに優しい人の方が私は嬉しいかな。まあそれがもう完全にもう絶対浮気とかもしないし、自分のことをちゃんと好きって分かってる状況であれば、みんなに優しくしてくれたら嬉しい。そっちの方がこっちも自慢できるじゃないですか自慢したくなるじゃないですか。うん、そんな方がいいかな。例えばやけどね、店員さんにすごい悪い態度取る人苦手なんですよ。なんでそういう人は嫌ですね。あと子供とかお年寄りの方に優しい人とか、ワンちゃん飼ってる人がさ、散歩しててさ、可愛いですねってさ話しかけに行ったりする人はすごい逆にこっちもなんかほっこりするので、そういう人の方がいいですね。はい、ありがとうございました。ということで以上質問でした。ありがとうございます。はい、ということで続いてのコーナーに参りましょう。続いてはマイライフということで、リクエスト曲を私が歌っていくコーナーでございます。今日の1曲目はすごく久しぶりな曲ですね。どうぞ。ただの付き合いでいただけなのに、花火大会に君がいたんだ。誰も気づかないイントネーションに、一瞬ふるさとの空が目に浮かんだ。
ほーっとしたよ、出会って僕は今だって変わってない。思い出せてよかった、僕がこの街を目指して聞いていただいたのは STU48 の思い出せてよかったでした。すごい今日は STU の曲がちょっと多いような気がするな。では次の曲どうぞ。いつもとは違う反対のホームから、ガラガラの電車に衝動的に乗った。どこへ向かうのか行き先は知らない。今日は人混みで足を踏まれたくない。街は遠ざかり、窓の田園が広がる。ひとりごとで語るくらいならば、黙ったまま何かしよう。今の場所でどんな想像しても見えるものに限りがある。心の中答え清々しい。一人でいるのは心細いけど、新しい世界だ。始めるのは語ってるだけより意味あることだと思う。目をつむって臆測で語るな、全てを受け入れて。幸せとか不幸せは想像じゃ見分けつかない。次の電車は何時なのか、忘れ物を思い出して、僕は何を今すべきか、ちゃんと家へ帰ろうって思う。もう誰ももう何も羨ましくなんかない。独り言ではなくて大きな声で僕は叫ぶ。僕の夢はもっと近くにある。ここまで来て気づいたんだ。独り言で語るくらいならば、黙ったまま何かしよう。今の場所でどう
答え探すだけじゃきっと見つからないだろう。みんなが行くその目的地には夢に気づくものはいない。ブツブツつぶやいてたって誰か耳を傾けるんだ。はい、聞いていただいたのは STU48 の独り言で語るくらいならでした。はい、次どうぞ。友達でいられるならこんなに苦しくはなかっただろう。この胸が張り裂けそう。どちらかが傷ついても赤い血を流しても僕たちの恋の予感は打ち消せない。君を抱きしめたい。友達じゃない。
別な人がいい。未来なんか見えなくたって見過ごしよう。はい友達でいられるなら聞いていただきました。ありがとうございます。止まってましたね。すいません。次。はい。どうぞ。だらしない愛し方を聞いていただきました。はい、ということで次の曲が最後になりますね。聞いてくださいね。はい、どうぞはい、どうぞ。学校の先生みたいな、はい、どうぞだった。どうぞ。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空
その先のことなんか誰もわからない。いつの日にか思い出せる、とても気の恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って、昔話できたらいい。そう、涙以上に微笑んでいたい。ずっと指先も遠慮がちに繋ぎ歩いた、あの日を覚えてる。思い出せる恋をしよう、聞いていただきました。ありがとうございます。さあ、ということで、続いてのコーナーに参りたいと思います。続いてはマンツーシーンはい、ということで、このコーナーは今後のね、お知らせをしていくコーナーでございます。さあ、まず一つ目は ST487 枚目のシングルヘタレたちを劇場版のオンラインお話し会のお申し込みが今ね、再販中でしてやっております。わー。で、ちょっと待ってね。お話し会と、あと感謝枠ですね。1月9日のツーショット会と、1月23日のサイン会と、あと、2月13日のサイン会。まあ、感謝枠の方もね、今受付しております。前回のお話し会だったりとか、サイン会、ツーショット会などでね、もうちょっと、
ちょっと買ってみちゃってもいいかなみたいな人だったりとか前初お話ししたいなって思ってくれる方がいらっしゃいましたらね、ぜひお申し込みしてみてください。今二次受付なんですけど、これが10日まで、10日の1時までが二次受付で、10日から15日までが三次受付なので、もうちょっとあります。しかもですね、このオンラインお話し会に参加してくださった方は直接会えるお話し会っていうものに参加できる権利があるんですね。でそれに当選すれば直接会場で前派とお話をできる機会なんかもありますので、ぜひお待ちしております。そして、明日は僕たちの恋の予感公演ということで、こちらもね、明日はね誰かの生誕祭とかっていうことではないんですけど、楽しみにしていただければと思います。そして、12月18日19日はね、オンラインお話し会がありましたりとかありましたりとか、26日もねオンラインサイン会がありましたり、28日は空間の卒業公演があったりと、その間にもねまた皆さんにお知らせができることが増える予定なので、まあ、そちらの方もまたマイラジ、マイ通信とかもろもろで発信していければと思っております。皆さんよろしくお願いします。ということで、以上、マイ通信でした。バイバイ。イエイ。はい、ということで、皆さん、そろそろお前ラジの、もうお開きの時間となってしまいました。先週はね公演があったので、約1週間ぶり2週間ぶり1週間ぶりうんちょっとあ2週間ぶりかあれあ1週間飛ばしだったので、まあ、ちょっとねいつもより長い期間ご無沙汰しておりましたけれども、ご無沙汰の意味はよくわかんないんですけど、まあ、ちょっと久しぶりの前ラジだったんでね楽しんでいただけていれば嬉しいです。そんなこんなで、あ、来週の前ラジはですね、あ、すごい、なんとすごいですね、12月は水曜日だけ見事に何もないっぽいのでできるかなって思っております。皆さん今週もありがとうございました。まだまだ寒い季節も続きますし、インフルエンザコロナ、あとなんかあったっけ、風邪ひいたりとかね、もろもろ寒いとこうウイルスもこう元気になってまいりますのでね、感染 いろんな感染対策に気をつけて過ごしてください。はい、ということでまた来週のマイラジでお会いしましょう。以上、STU48 の森下舞波でした。バイバーイ。はい、カットー。お疲れ様でした。皆さん、こんばんは。改めまして、こんばんは。ありがとう。ちょっと待って、ギフト読むね。まさひろさん、あにさん、お疲れハートありがとう。かえちゃんかわいい、ありがとう。けんまさん、おぷありがとう。かゆかまさん、かわいい、ありがとう。まさひろさん、ハートありがとう。ももさん、おぷありがとう。やしさん、ペンライトありがとう。よしさん、ペライトありがとう。うーちゃんもかわいい、ありがとう。アニさん、かわいい、ありがとう。イエー。
もう表示されない。ラララララ、かえちゃん、なんだっけ、オーナメント、クリスマスのくまさんのオーナメントありがとうかっちゃん、ハートありがとう、かわいいとオーナメントたくさんありがとう。かえちゃん、ゆうじさん、花束ありがとう。ねんのさん、だるまありがとう。けんまさん、かわいい、ありがとうございます。ちょっと読めてない人いたらごめんなさいね。ありがとうございます。今日は水曜日でしたね。皆さんどうでしたか、今日の一日は。私はまた鼻荒れがなんかひどくなってきました。困っちゃう。頑張れって言葉、これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから。私は今日はめちゃめちゃ調子が悪くて驚きでした。一日雨？コーギーに、コーギー可愛いよね。わかる、コーギー可愛い。コーギーじゃなくても可愛いって言うんですけどね、何でも可愛いって言うんですけど。今日雨だったの。広島は分からん、多分天気でした体調は別になんともないんですけど、なんか調子が悪かったんですよね。まあいつものことなのでって感じ。こぼれよ。じゃ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 ん。ちょっと待って、ちょっと待って、ベッドの上でってなってた。ちょっとボケーっとしとった。今日何したっけ。誰もしてないよ、だから本当に。たまにね、なんかベッドでボゲーってしてる一日がある。先月もあったんですよ。先月？今月かな、先月ですね。先月もあったんですよ。1ヶ月に1回ぐらいボゲーってしてる日がある。無な一日があるんですけど、ショールームしたら元気になりました。さっきお風呂に入って服を着たんですけど、このパーカーを最後に着たんですけど、パーカーを着てる途中で力尽きてしまったようで、パーカーを着る途中でなんか寝てましたね。あ、寝てたっていうか、寝てはないんですけど、なんか多分のぼせたのと、なんかよくわからないんですけど、なんか力尽きて横たわって、なんかこの辺に現れるなんか緑色の、あ違う、紫色のなんか、丸、なんかよくわかんないけど紫色のなんか模様を追いかけてましたね。めっちゃのぼせとっただと思う。爆睡することありますか。ありますよ。爆睡ばっかりしてるけど、多分睡眠は浅いんだと思う。いや幻覚ではなくて、なんか多分本当にのぼせてる。ただののぼせ。
なんかねお風呂に長い時間、私本当にのぼせやすいんですけどね多分。びっくりしてました。紫、なんか本当に無心でただひたすら紫色の動く何かを一生こう追いかけ続けてたどない。あ、でご飯を食べましたね。ご飯を食べたんですけどなぜか全部食べれなかったんですよ。今日夜ご飯生姜焼きだったんですけど2切れぐらい残してた。珍しいよね、無心でご飯を食べた。やばいよね、まあ、そういう日もあるんですよそういう日もあるんですよ。そう、そういう日もあるんですよね。今日は調子があまり良くなかった一日でした。ダラララレアコム、初めてのアコム食欲が湧かないわけじゃないんですけど、お腹は空くんですけど、まあいい、いいやみたいな食べても食べなくてもどっちでもって感じになる。でも私は結構危険な、自分的に良くないなって思うようになった。そのなんか私本当に食欲だけはマジですごい旺盛なんですよ。なんか小さい頃からどんなに体調が悪くてもご飯だけはめっちゃ食べるタイプで、なんか基本体調が悪くて食欲が湧かないことがないんですよね。でなんかどんなに体調が悪くても、なんかどんなに気持ちが落ち込んでてもめっちゃご飯を食べたくなるんですよでもそのご飯への欲が薄れているときはちょっとやばいなって思うようにしてる。やばいなって思ったからといって何をするわけでもないんだけどはい頑張って頑張ってって言うようにしてます。そう、でも今日はまだお昼ご飯を自分で買った気がするので、買ったのでまだ大丈夫、まだ大丈夫ちゃ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 、誰それえかげん2世さん手袋ありがとう。バロメーター、そうバロメーター、うんバロメーター、うんバロメーター、あ、そう最近は自分でこうなったらやばい、こうなったら大丈夫、これなら大丈夫みたいな、自分を理解をすることに意識をしていてですねあの体調悪くなることないので、体調ずっといいんですけど、最近でも謎の頭痛になんか悩まされたりする。なんか首がヘルニアになって頭がずっと痛かったんですけど、なんかその時の頭痛と全然違くて、なんか
この頭痛ってなんかもうグーンみたいな、このグーンって感じの痛みなんですけど、なんかパキッとした痛みが最近出るようになってきて、ええー、と思って、なんじゃろうと思う。しかもなんか、なんかレッスンの途中とかからなんか、だいたいなんか多分寝すぎだと頭痛になるけど、寝すぎだとさ、なんか起きた瞬間から痛いじゃないですか。で、首もなんか動いたら痛いとかじゃなくて、もうずっと痛いし、なんかまあ首の痛みってどんな感じか覚えてるからさ、なんかそれでも違うよね。偏頭痛なんかな、分かんない。どうやったら痩せれるのか教えてください。いや、こっちは聞きたいわ。こちらが聞きたいですね。どうやったら痩せれるか。ストレスを作らない。ストレスを作らずに、部屋をきれいにして、規則正しい生活をすること。基本これで大体痩せる。あと、あのなんか腹8分とか言うけど、それをまあ6とか7とか5ぐらいに下げてみるとか、あと8時間ダイエット、16時間断食とかどうですか。8時間だけ食べて16時間何も食べないっていう、8時間の間なら何でも食べてもいいみたいな、いいと思いますよ。あの断食とかやめた方がいいね、どうせ戻るし。あと普通に自分の体重とかを見て、一日もう生きるだけで必要なカロリーってあるじゃん、その生きるだけで使うカロリーより低いカロリーで食べれば絶対痩せる、どう頑張っても。でもじゃあ痩せよう痩せようって意識すると逆に太りますよ。私はそういうタイプ、なんか痩せなきゃって思って、お菓子とか我慢しなきゃって言った時にめっちゃ太るんですよ。もう頭がそっちにしか行かなくて、めっちゃ大変なことになる。けどなんかダイエットしなきゃって思いすぎる必要はないと思う。でも結局いいなって思ったのは、まず部屋をきれいにする。部屋をきれいにすると、あのメンタルが安定すると思います。基本メンタルがダメな時は部屋も汚いんですよ、私って。そうすると全てが悪循環になってしまいますね。生活リズムも崩れるし、食べるものも不健康になるし、大変なんですよ。なのでまずは部屋を片付けて、もう綺麗かもしれんけど、まずは部屋を片付けて気持ちをすっきりさせる。なので私は本当にメンタル落ち込むときは無理にでも部屋を片付けようと頑張るけど無理なので、まあメンタルが悪かったら良くなってきていけるなって思った時に部屋を片付けましょう。部屋を片付けて、そうするとあの規則正しい生活がしたくなるんですよ。これ私の場合ですけど、あの規則正しい生活がしたくなります。あのちゃんと朝起きて
なんか私は結構生活 Vlog みたいな、すごい丁寧なハッシュタグ丁寧な暮らしみたいな人の動画を見るのがすごく好きなんですけど、そういう人の動画を見て、理想の生活をしてる人の動画をいっぱい見てモチベーションを上げて、あ、こんな生活にしたいって思ったら、でそういう人のすごい規則正しい生活を真似したくなるので、そうしてくるとだんだん暴飲暴食とか、なんか無理な間食とか、すごい夜の爆食いとかが収まってくると思うので、もうあとはまあそれに加えて痩せたいなら、ちょっと腹7分ぐらいで止めておくのがいいんではないでしょうか。わかるってありがとうございます。だから私は基本的に精神的な不安定な、精神的に安定してない時にダイエットをするのはやめた方がいいと思っていますね。無理なんで無理なので、とりあえず精神を安定させて、ある程度安定させてからじゃないと動けないのでね。どうですか？かも無理やりにでもめっちゃ部屋を片付けようとするか私結構ね部屋片付けると落ち着くんですよ。でもたとえ部屋が綺麗になったとしても、その時の精神が弱かったらすぐ汚くなるんでちょっと無理ですね。時が過ぎるのを待つしかないですね。頑張ってください。イエーイ。でも私はもう綺麗な部屋にすることは諦めた。でも今年中に綺麗にはしておきたいので、まあどこかで頑張って気合を入れると思いますが、あ、無理ですね。今は無理です。もう本当に無理。でもちょっとね、今年中、ほんまに今年中にはちょっと綺麗にしておきたいねえ。そうじゃん、 AKB さんのちょっとあれ見たい、速報を。どこで見れる、どこで見れる、どこどこ、君のルマルマルマ。チーム A、 ナナさんどこだ。お、チーム A だって。あー、ユイリーさんとナナさんチーム分かれたの。
ゆうなんもぎおんみんな同じチームだったらよかったのに。もぎさんでも変わらないね、チーム系。ゆいりーさんも変わらん。ちゃんが初めてチーム4を離れた。あーそうだよね、確かにずっとチーム4ですよね。みーおんさんとナナさん一緒だ。はあ、へえ。キャプテンもなんか結構若手っていうか次世代っていうかあれなんですね。なんか今グイグイな方がキャプテンだグイグイな方っていうあれだけど、変わったんやね。若めな。全然想像がつかんわ。すごいね。私はでももし STU48 にユニットシャッフルって言われたらどうしよう。私でもチーム分けあんましたくないね。なんか今のユニットとかは好きだけど、なんかさ今例えばスタジオでさ、まあ、これがさ、まあ、ST48 みたいなチーム S とかだったらさ、あれやったらやけど、なんかここまで一緒にみんなで公演とかしてさ、こうすごい信頼関係とかさ、こう友情とかが育まれた時にさ、チーム変わりますって言ったらうわーってなるよね。昔からそうよね昔の方がさ、なんかもっとちょうどみんなが馴染んできたぐらいの時にさ、急にシャッフルとかあってましたよね。なんでじゃんって思うけど。すごい思春期のあだれだれ。まあでもメンバーはメンバーじゃけ別にあれやけどねそんなめっちゃ悲しいとかあれはないと思うけど、ちょっと複雑な気持ちになっちゃいそう。 STU はなんかそういうチーム戦じゃないからよかったユニットでよかった。あのユニットってことはシャッフルはないじゃないですか。もうそのコンセプトに合ったメンバーが集められてるわけだから、シャッフルしたら
じゃあ最初のあれは何だったんだっていう話になってしまいそうやけん、まあスチームっていうかユニットがシャッフルすることはないと思っているんですけど、でも確かにチーム分かれるとあんまあれですよね。例えばやけど普通にスタジオがいたらその方に行っちゃうっすね。でもなんか AKB さんもさずっとさチーム分けなかったけんさ、なんかあれかと思った、もうやらんのかなって思っとったけど、17期生オーディションだっていつぶり？16期生さんが私たちより先輩じゃないですか。5年ぶりぐらい？すごい。 AKB さんとかやったら何人ぐらい応募が来るんだろうね。また増えるよすごい、何人今 AKB さんって何人おるんやろ。2021年12月1日時点で正規メンバーおよび研究生の合計で85名。85人なん AKB さんって。なんか思ったより少なかった。100、130人ぐらいおるかと思った。減ったんですね。まあ85人多いけどね、多いけど。でもてことはまた20人ぐらい増えて100人ぐらいになるってことよね多分。すごい、そうなんや。どこが一番多いんじゃろう。HKT 様48人。え、48人、すごいね。48やなでもやっぱ AKB さんが一番多いよねきっと。 NMB さんは40人。そんな少ないん？なんか思ったより少ないわ、どこも。SKE さんは59人。あ、結構おる。でも LGT さんはどこ？出てこんわ。人数、メンバー、1、2、3、1、2、3、はい。あ、なんか少なくない？あ、そんなことないね。何人って書いて。数えようかなと思って NGT48 は書いてないよな、なんでやろ。メンバー1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27人。27人。27人だって。
エステア36に、あ、かせてくれてありがとう。なんか思ったより少ないね。でもやっぱオーディションが今少ないっていうのもあるよね。まあ、そんな頻繁にするもんじゃないけど。やっぱ AKB さん多いんや。85人、まあ85人って多いよね、そりゃ。日向坂22年。あ、そんなもんなんや。なんかもっと多いんかと思っとった。日向坂さん。え、日向坂さんってひらがな欅の方ですよね。ひらがな欅の皆さんが日向坂になんか改名っていうか新しいグループとしてなったんよね。日向坂さんは いいなと思う。いいなと思う。なんか結局どこのねアイドルさんもこう深掘りしていくとハマってしまうんよ。私ちょろくて意見あんま見んようにしとる。そっか、今桜坂さんやもんね。かえちゃんありがとう、かわいい。あのさ、なんかさ、最近めっちゃ TikTok でさ流れてくる桜坂さんかな、誰が何をなんてみたいな言ってる曲誰かわかんない、なんかすごいあの喋んなんか誰が何をみたいな言うとる曲。の真ん中の子が可愛かった。あ、流れ玉、あ、そんな名前あった気がする。真ん中に映ってる人が可愛かった。あの誰があの人、あれ違うかな、なんか右の人がなんかすごいちっちゃい子みたいな、ちっちゃい高校1年生ぐらいみたいな、驚かれてたのが覚えてる。ジュネマスさんありがとう。ちょっと待って、しゃべるは TikTok で、 TikTok が情報源なの面白いよね。流れ玉、あ、センターの、センターかな、田村ほの、この人かわいい。でも多分これはまたメンバーを見てしまったらちょろくて「あ、かわいい!」とか言い始めるので、ちょっと。すいません、申し訳ないんですけど、あんま深掘りはしないでおこうと思います。私本当にちょろいんですよ。なのでももクロさん、あ、ももクロさんが好きなんですけど、ももクロさんだけでいっぱいいっぱいみたいなところあるので、ちょっと申し訳ない。なんかそういえばももクロさんの生写真買おうって言ったのに買うの忘れてました。アホ、ドアホです。見て、
ね。待ってます。可愛くない？自作トレカを作るのにハマっていて、こんなのを作るのにハマってるんですけど、ちょっとこれクオリティが低くて、中の写真がまた作り直す計画を立ててます。オタクしてます。ありがとう。でも最近全然やってなかった。前買った写真にしおりんだけ出なかったんですよね。残念ながら。見せ方が独特。またいつかやりたいです。何セット買おうかな。前3じゃないわ、2セット買ったんよ。どうしよう、3から5。ちょっとお財布と相談ですかね。そうなんよ、ももクロさんってランダムだったとしても4人しかいないので、しかもみんな好きなんでめっちゃいいよ。3セット買えば全員出る。本当？特にね、アーリンさんが一押しで、かなこちゃんもめっちゃ好き。アーリンさんとかなこちゃんは同じぐらい好きなんですよ。ずっとそうなんですけど、ずっとアーリンとかなこちゃんが同じぐらい好きで、じゃあ他の2人は3人はって言われた時に、なんかみんな好きなんですよね。なんかみんな好きで、なんかたまたまチュッて出てるだけなんですよ。そう、みんな好きなんで誰が出ても嬉しいし、みんなに「はあ、かわいい！」って言ってる。限界オタクかって。みんなも楽しく押していこう。結局箱押し、そうよ、間違いない。でも大体なんかグッズ一人だけって言われたらアーリンを選ぶかなっていうことが多いです。じゃあ何色の T シャツ着るの？一人って言われたらアーリン。でもかなこちゃんも着たいな。アーリンかかなこちゃんは、あ、もう黒モノロフの箱推しのやつか。っていうぐらい。ライブに行きたい。箱押しは黒なの？あ、そうです。だいたい黒いね、グッズ黒いです。
さ、やっぱエステ映画はさ、ランダムを買うとさ、漏れなくさ、まあ30分の1ぐらいなわけじゃないですか。そりゃねえ。こっちの4分の1と30分の1じゃわけが違うわけじゃないですか。あれすごいなと思う、本当に。例えばやけど5人にするとかね、ランダムにするんでも、なんか5人ずつに振り分ける。ここは〇〇と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 〇〇のランダムですって。もうだったら個別でやるって。いやそれはまあちょっと、ランダムはランダムでワクワクするし、私は好きですよ。何が出てくるかなってなるので好きですけど、やっぱ人数が多すぎると逆になんかいいやって なっちゃうじゃないですか。しかもなんかもうランダム500円とかだったらあれやけど、まあ、結構いいこう お値段もしますし、グッズなのでね。でもじゃあ30分の1とかで自分のじゃない推しの子にお金はあんま出さなかったりするじゃないですか。やっぱねえ、あ、そうそう、だからユニットを別にするとかさ、もうちょっと細かくしてもいいのかなとちょっと思うけど、まあまあまああれですもんね。さあもう私たちが言ってもどうにもならないっていう。頑張ってくれやっていうことで。皆さん、ま、例えばやけどスタジオだったらさ、スタジオコインがあった時にさ交換できたりするじゃない。いや、なんかユニット別確かにいいかもね。でユニット公演を増やせばいいんじゃない。したらもしさ自分の推しが出なかったでも交換できたりして、したらね。そう、今の時代ってやっぱ握手会がないから、オンラインだと家からなので交換する機会もないじゃないですか。っていうのもちょっとありますよね。あ、みんな頑張ってくれや。まあ、みんながちょっとでも買いたいと思ってくれるような、もう私ランダムグッズなんか買わねえよって言ってる人多すぎてさ。そうだよねって思った。なんか改善していけばいいね。みんなでより良いグループにしよう。みんなで俺らもって感じですよね。まあ明日は公演だし、ちょっとそろそろ就寝いたしますので、ちょっとランキング読ませてもらって。ちょっと あれで言えば、あのあれで、あのスタッフ部屋でなんかやってるやん今、スタッフ部屋みたいなやつ。あれですよ、なんかさすがに全員のランダムグッズは買えないので、なんかせめてユニット別とかにしてくれないですかっていっぱいの人が言ったら変わるんじゃない。みんなで言おう。手前が言ってましたって言わないでね。
って前半が言ってたよとか言わないでもらっていい？明日朝配信です。パッチャー手袋ありがとう。じゃあランキング読みます。13位、マイハッチのワークへ、マイラジ配信ありがとう。今年はカラオケでマイラジクリスマススペシャルしてほしいなって思う今日この頃です。無理かもしれませんが検討をお願いします。マイラジ無理ですね。マイラジはやらないかも。ちょっと考えますね。じゃあうんうんってお腹も言いました今。12位ザッキーさんありがとう。11位ひさしありがとう。10位ダイナソー今日も大好きです。 I love you ありがとう。9位かえちゃん今日も癒しをありがとう。お仕事頑張ってよかった。お疲れ様。明日の公演行くよマジで。ペンライト持っていこうかなって思ってるから雰囲気で見つけて OK。 なんか分かりやすい目印を欲しい。マイハチビッグアブさんありがとう。7位ユウさんありがとう。6位イーストさんありがとう。5位キャンマーさん橋ありがとう。今日もめっちゃ可愛かったです。マイラジ楽しすぎて元気出たよ。マイハンのおかげで今週もあと後半頑張れそうです。頑張れありがとう。4位 DJ マサさんありがとう。3位デノさんありがとう。第2位 DJ マサさん、 DJ マサさんじゃなかった、 DJ マサさん4位だった。3位デノさんありがとう。2位マサヒロさんありがとう。そして第1位はモモさんありがとう。ということで今日も一日お疲れーション、ありがとう。なんかさスケッチブックとかさうちわ的な、いや用意できないよなそりゃ。そんな一日でね、なんかクマの耳をつけてくるとかさ、なんかわかりやすい。なんかわかりやすい、なんかマイハって書いたスケッチブックとかがちょっとあったら嬉しいかなみたいな。ということで明日の、配信は朝配信なのでよかったらお待ちしてます。ということで明日です。せーのバイチャー。